ウェポンです。今回はですね、ワンちゃんの目のトラブルについてですねお話しさせていただこうと思います。まあ、その前によいしょセラ君、前回セラ君が映った動画の時はねちょっとセラ君ボサボサだったんですけど、やっとカットができてすっきりセラ君に戻りました。セラ君なんなんこの体勢まあ、ということでね、目のトラブルについてお話しさせていただこうと思うんですけれども、たまにですねトリミングサロンからですねトリミングサロンに美容に出して帰ってきたら目をしょぼしょぼしてるっていう時があることがあるんですね。まあ、その原因っていうのが、様々なんですけれども、例えばシャンプーが目に入っちゃってたりとか、あと毛が目に入っちゃってたりとか、あとは目に傷が入っちゃったパターンですねっていう、まあ大まかに言えばこの3つがあるんですけれども、美容が終わって飼い主様が家に連れて帰ってからなんか目しょぼしょぼしてんなって気づくことが多いと思うんですけれども、その時にですね僕が一番言いたいのはですね、まずもう気づいた時点で病院に連れて行ってあげた方がいいと思いますね。そのまま放っておくと、まあシャンプーが目に入ったにしろ毛が目に入ってるにしろ目に傷が入ってるにしろですね、そのまま放っておくと最悪の場合目が見えなくなってしまうので、まあ、すぐに病院さんに連れて行っていただきたいっていうのがお伝えしたかったことですね。でそのなんでそういうことが起こるのかっていうと、やっぱりシャンプー中に、じっとしてくれる子ばかりではないですから、シャンプーが嫌いな子は嫌がりますし、まあ、そんなシャンプー中ずっとじっとしてる子の方が少ないので、まあ、たまにあの目にシャンプーがですね入っちゃうことがあるんですよ。まあ、その後にですねしっかりトリマーさんがですね目を洗い流してあげていれば、洗い流せていればですね、まあそんなにシャンプーが目に残ることはないかなとは思うんですけれども、まあその入ったことに気づかなかったりだとか、目をすすぎきれていなかったりですとか、目にシャンプーが入ったまま美容を続けちゃって目を気にしちゃうわけですね。人間でもシャンプーが目に入ると痛いですよね。でそれを人間だったらこれこすあんまりこすったらやばいなとかって思ったり、目あんまり直に触ったらやばいなって思うかもしれないですけど、ワンちゃんたちはそんな本能で基本動いてるので、これ書いちゃったらやばいなとかっていう概念がないんですよね。だったら痒かったら書くし、気になったら触っちゃうしっていうことなんですよ。だから目にシャンプーが入った、目にシャンプーが入って目が痛いとか目が気持ち悪いってなっちゃうとゴシゴシこすっちゃって、まあ余計に目に傷が入っちゃったりして悪化しちゃうわけですね。今言ったのが目にシャンプーが入ったパターンですね。で目に傷が入るっていうパターンはまああんまりないとは思うんですけど、道具ですね、道具が目に当たっちゃったりとか、まあ当たった時点で多分気づくとは思うんですけど、気づかな、トリマーさんが気づかなかったりですとか、あとは目に毛が入っちゃってカット、この顔とかカットした時に目にその切った毛が入っちゃって、その毛にですねトリマーさんが気づかなくて取るのを忘れちゃってずっと入ったまんまで、目に目がチクチクしちゃってね、かいちゃってワンちゃんがかいちゃったりとか、その毛によってね目に傷が入ってしまったりするわけなんですよ。まあ、これもしっかり、飼い主様にお返しする際にですね目に毛が入ってないかどうかっていうのをチェックできているトリマーさんであれば、まあ、ありえないかなとは思うんですけれども、まあ、細かいのが入っちゃってたりする時もあるので、飼い主さんとしてできることは、まあ、自分で取れれば、その目に入った毛を取れればいいかなとは思うんですけれども、あんまりワンちゃんの目をですねむやみに触ることは僕お勧めしたくないので、トリミングで美容終わってトリマーさんから受け取った際にですね目に毛が入ってないかっていうのをチェックするのがいいかもしれないですね。で、もし入ってたら目に毛が入ってるので取ってくださいってトリマーさんに言うですとか、やっぱり敏感な場所ですから目って、まあ、プロに任せるのがいいかなと思うんですね。実はもう一つあって、目のトラブルっていうのがドライヤーの熱でこの目の表面の膜が溶けてしまうことがあるんですよ。目のこの膜が弱い子とかだったらシャンプーがちょっとワンちゃんのシャンプーってかなり人間のものより低刺激でできてるんですけれども、その粘膜が弱い子とかだと弱いシャンプーでもちょっと入っただけで
目がしょぼしょぼしちゃうっていうことがありまして、でそういう子だとドライヤーのあったかい温風が出るわけなんですね。で顔の毛とか乾かすときにトリマーさんがですね、ちょっと作業に夢中になりすぎてドライヤーとワンちゃんの距離が近かったりですとか、知らず知らずのうちに目に温風がずっと当たってる状態になっちゃってたりとかすると、その目の膜が溶けちゃったりするんですよ。こういう場合ですね、まあ、目にちょっとシャンプーが入ったとか、毛でね、目に毛が入ってちょっと傷が入っちゃったとかだったら病院さんに行っていただいて目薬とか出してもらってですれば、多分3、4日ぐらいですかね、その子にもよるし、まあ、その目の状態にもよると思うんですけれども、目の膜が溶けてしまうっていうのは一番ちょっと治るのに時間がかかってしまうかなっていう僕は印象があるんですね。まあ獣医じゃないので確かなことは言えませんけれども、今までにそういう経験を僕もしたことがあるんですね。トリマーとして新人の時にですね、作業に必死になりすぎてワンちゃんの顔とドライヤーが近いことに気づけなかったりとっていうことがあるんですね。でそれでワンちゃんの目が開かなくなっちゃって、病院に連れて行ってあげてっていうことがあったので、まあ、ワンちゃんの目のトラブル、美容のあと目が開かないとか、目をすごい気にして描いちゃうとかっていう裏側にはですね、そういう原因があるっていうところですね。なのでもし美容後にですね、ワンちゃんがですね目を気にしてたら、すぐに病院に行ってトリミングサロンに一歩入れるのもいいですね。まあ場所によってなんですけれども、その治療費を出してくれるところもありますし、まあ、一番なのはそのトリミングサロンの担当した、トリミングサロンにいる時点で目を気にしていればトリマーさんも気づきますけれども、後々飼い主さんが連れて帰ってから目を気にしちゃうっていうのは、トリマーさんはそうなったって知る術がないので改善できないわけなんですよ。だからお互いのために、病院に行ってからその担当さしてもらったトリミングサロンさんにですね、こういうことがあったんだよっていうことをお知らせいただければ一番いいのかなと思います。はい、簡単ではありますが、トリミング後のですね、目のトラブルについて今日はお伝えさせていただきました。では。